谷口とるです、えー、このチャンネルでは音楽理論の動画をたくさんアップさせていただいているということで、えー、音楽とか音楽理論に興味のある方が見てくださってるかなと思いますその中でも、えー、そもそも音って何な,なんやっていう風に思う方ももしかしたらいらっしゃるかなと思って今回音とは何かっていう解説をさせていただきます音っていうのは振動のことです振動っていろんなもの伝わると思うんですが例えば空気とか気、まあ、体ですね気体とか液体とか 答えとかを伝わるんですけど、そういった期待期体答えを伝わる振動のことを音っていうっていう考え方。もう一つ考え方があって、もう一つは空気中を伝わって聴覚によって捉えられる振動のことを音って言っていう考え方がありますで。その聴覚によって捉えられる振動の範囲っていうのがあって、えー、20から2万ヘルツぐらいの振動を、まあえー、捉えることができるらしいんですけど、聴覚によって。 それを音と言うっていう、そういう考え方もあります。えー、っていうのが音でした、えー。ご視聴ありがとうございます。